高高校校生ののための高校日本史実料国家、高知公民性、反ンデン集中雇用性のもとで国民負担率はいくらであったか、これは考えるまでもなく、至高独民であるはずなんですが、ほんまに思考独民かということをね、計算しますね。4人家族が食べていけないことには人口は減ってしまう。4人家族を生活させていくためには、 四項六民。重くても五項五民にしなければならない。ってことは、半分税で持っていくとすれば、元の生産額は、六人分から八人分ないとあかんのですよね。で、六人分から八人分の生産があって、そのうち四割から五割を税で取って、で、残り四人分から五人分が残って、 4人分やったらカツカツ。これが5個ごみ。で、それ以上残れば余裕の生活ができるということになるんですね。で、税率なんですけど、まあ、この教科書に書いてあるのを写すと、総は3%やって書いてあります。総は、えー、1旦あたり2足2羽で3%や。で、要は10日で3%や。超、ちょっと分かりにくいけど、まあ一応3%にしておきますね。 増用60日です。1年間360日ですから、まあ、約20%です。で、平均3人に1人ですから30、30%。で、その他10%にして、これ全部足していきますと、で、用途値を運ばなあかんんだよね。都までね。これが重いんで何日かかるかわかりませんけどね。10日かかるとすると3、3%よね。で、まあ、ここ、雑把なところですけど、 で、これにまあ運賃入れて、20、ちょっと重いかな。まあ、20にしておきましょうか。20%、増用が20%、平気が30%、その他10%で80%ですが、夫婦に対してこんだけかかるわけだから、まあ、夫婦の働く力を200とすると、200分の80だから40%や。 税率は40%。死後6民。理年計として死後6民。次にね、区分点から計算しますね。大人の男2単です。女性はその3分の2です。で、まあ子供を男の子ね、2にして、女の子 2×3 分の2にします。これ計算すると6.7単になるんです。で、6.7単からね、 4人分を残すとしますね。で、4人分をこの人たちが取って、で、全収入が6.7で割り算すると0.6になるんです。ただ家族の取り分が6割、税金が4割。区分伝を男2単、女その3分の2、これだけ与えるというのは、それ思考独民にしようとしてるんです。で、日本史って、 すごく単純であ、農業社会はね、ここに1人分のお米が取れる田んぼがあります。1年1人分の食べる分のお米を一国と言います。一国あると1人分の生活ができます。一国分のお米ができる田んぼを一旦と言います。区分点を 6.7単与えるということは、まあ、約7単与える。米は7国できる。で、4人で4国使って3国残るから、それを税金で払いなさいと。これで、四公六民から5公五民の範囲に収まるということなんです。じゃあ、一旦ってどれぐらいの面積なんというと。 これ上理性ですのでね。この道が109メーターになっています。横も109メーターになっています。この中がだい100メーター ×100 メーターになっているんです。100メーター ×100 メーターというのは10単になります。これで10人分のお米が取れるんですね。で、6単というのはこれぐらいになる。 ですね、でこれ6旦から7旦の田んぼを与えればそこから6人から7人分のお米が取れて4人分の生活費を抜いて余った3人分ぐらいを税金で納めれば執行6民になるんですこれ秀吉も翻訳書を作る時に6旦にせえと言ってますのでね構築み制の政府も 秀吉も4人家族に対して6旦の田んぼを与えて、これを4と2に分けて、こいつが税金だ。これが秀吉の社会システムの設計やし、高知公務性もこれで設計されています。というか、これ以外の設計やると、えらいことになるんです。 それでね、戦前の日本ではね、もうちょっと頑張ってね、この取得額、これだけの土地を手に入れるとね、これが理想の生活やったんです。十単。これを一兆って言います。一兆の土地を持って百姓をする。一兆百姓。これが私の子供の頃の日本人の 憧れの生活やったんです。もう古代中世、近世、近代、昭和30年代まで、1960年、前の東京オリンピックの頃まで、これが日本人の理想の生活やったんです。これ以上大きくするとどうなるかというと、家族では経営できません。田んぼが広すぎてね。今、機械化してますので、もっとたくさん作れますけど、機械が入る前ですと、 これが家族で農具やるときの限界なんです。この一兆百姓という言葉も高校の教科書には日本史にも世界史にも政治経済にも出てきませんが、これが日本の一番理想とされた生活だったんです。なぜね、帝国の頃、日本人の7割は百姓でしたからね。ということで、久しぶりに 高校生に教える高校日本史。2時間目は、高知公民生、反伝デ中、総長創調整というのは、理念としては思考、六民を目指していたんですよと。細かいことなんかね、いいんです。用が何日とか、蝶が何日とかね、じゃなくて、理念として思考、六民でやろうとしていたということがね、分かればいいと思います。で、それは、秀吉の本白書育成策にもつながるものであると。 言えますね